ペンシルベニア州の政治的指導者として活躍し、1823年末から1829年末まで、第6代ペンシルベニア州知事を務めた。シュルツは1774年7月19日に、ペンシルベニア州、バークス郡のトゥルペ北ン郡区において、ドイツ系移民の子として生まれた。ドイツ語では、シュルツェと発音された。シュルツは、 ペンシルベニアダッチのコミュニティで育ち、ドイツ語の環境で成長した。英語はドイツ出身の父親から学んだため、シュルツは生涯を通じて独特なイントネーションの英語を話した。シュルツはペンシルベニア州ランカスターのフランクリン大学で宗教教育を受け、その後ニューヨークで古典を学んだ。シュルツは1796年に ペンシルベニア州でルター派協会の牧師に助任されたが、1802年に、健康の悪化を理由として、牧師を辞した。シュルツは、ペンシルベニア州、マイアズタウンで商人となり、その後10年間で富を築いた。1806年、シュルツは、ペンシルベニア州会議員に選出され、3期を務めた。シュルツは4戦目を辞退し、州知事サイモン・スナイダーの任を受けて、 州測量局長を務めた。1813年から1821年までは、新設のレバノン軍で州の4つの官職を同時に務めた。シュルツは1821年に州会議員に復帰し、1822年にドーフィン軍を呼び、レバノン軍から対立候補に大差をつけて、州上院議員に選任された。1823年、 民主共和党の思想を組むペンシルベニア州の政治家や官僚らがニュースクールと呼ばれる党派を組織しペンシルベニア州知事候補としてシュルツを擁立した。シュルツは元連邦上院議員アンドリュー・グレッグと戦い89,907票対64,100票で勝利を収めた。1826年には国民共和党のジョン・サージェントに 歴史的大差をつけて再選した。シュルツはペンシルベニア州に無料の義務教育制度を導入することを求めた。シュルツの提案は在任中に議会を通過することはなかったが、シュルツの理念は公認の州知事、ジョージ・ウォルフによって実現され、教育制度の基礎を築いた。またシュルツは州内の主たる運河建設や道路建設を監督した。 シュルツは3戦目の州知事立候補を辞退し、ペンシルベニア州、モンツアーズビルに隠居した。シュルツは1839年に、ホイッグ党第1回全国党大会に、ペンシルベニア州代表として参加し、1840年の大統領選挙では、ペンシルベニア州の選挙人団の団長を務めた。シュルツは1852年11月18日に、 ペンシルベニア州ランカスターで死去した。シュルツの遺体は、ランカスター市内のウッドワードヒル墓地に埋葬された。シュルツの父親は、ザクセン公国出身の牧師クリストファー・エマニュエル・シュルツ。母親は、ハノーファー王国出身の宣教師、ヘンリー・ミューレンバーグの娘、イブ・エリザベス・ミューレンバーグであった。シュルツは、スーザン・キン・メルと結婚した。 二人の間には五人の子供が生まれた。ありがとうございます。